まあでも、じゃあ、今日はね、ポケモンカードの人生初の大会に出場しに来ました。秋葉原に来ております。で、今回出る店舗は、こちら、ホビーステーション秋葉原本店さん。で、まあ、ポケモンカードを始めて、早2ヶ月ぐらいですけど、ちょっと、今度シティリーグっていうので出ようと思ってて、まあ、それのちょっと、大会初めて出たことないから、まあ、ちょっと練習みたいな感じでやろうかなと思ってます。まあ、一緒には来てるのはね、モリッチ、友達にも一緒に参加ってことで。君、出演率高いね。何戦やるんですかね、これ。普通3、4戦だと思うけどね。目標は一緒。そうっすね。まずは。一緒、まだ。なんか気分的にも一生はしたいなっていうのは。先輩はちょっと精神的に、ね。先輩はちょっと俺引退かなって思う。まあ、あれ言うけどね。まあ、組み合わせによっては全然ありえますけど、ね。ちょっと、多分中は取れないんで、まあこんな感じで後で結果お伝えします。はい、終わりました。ちょっと実はいろいろあってというか、最初にエントリーしたホビーショップでが、まさかの、抽選漏れで参加できないっていう。これ引退するとかやったらマジで。それで試合できませんでしたっていうわけじゃなくて、近くの別の大韓クックさんっていうショップがあって、そこでちょうど1時間後にスタートするジムバトルがあったんで、そっちに参加してきました。だからそっちは先着順だったんで無事行きました。で結果、4戦やりまして、何回だったかな、2ぐらい、2-2 です。あ、そうだ。面白くなかった。04か40だったら面白い。04か40やったら面白かったやろ。04やったら引退やで、今日。さすがに、いきなり参加してる。さあ、抽選盛りでさ、別の店舗回されて04やったら俺も。自分バトルでサーナイトで全敗はなかなかないやろ、これ。2-2 でした。1戦目俺見たことないデッキで、あんまカード、ポケモンとかも俺は今までやってる環境で、多分環境的じゃなくて。なんか覚えてるのある？ね、最終ね、いや、俺めっちゃ少なも先、サイドめっちゃ先行して、1号になったんよ。俺1で、残り勝ち確やんみたいな。時間もめっちゃあるし。マナフィーを俺、バトルバーに呼び出されて、で、向こうのバトルバー、クチート行ったんよ。ああ、口とあるね。あんま言わな、一生使われて、俺、試合目はライブラリーアウトで負けました。まあ、アウトする前に登場したけどな、あ、これ無理やってなって。ちょっと時間いっぱいにバレかす。まあ、でも頑張って、それでも時間いっぱいになって、時間切れになったら俺、勝ちやからな、サイドされ。でも、それはなんか。日本人だけど、自分ばっかりでやりたくないっすね。なんか、トレーナーズリーグとかね、ならまだ。逆にでもさ、トレーナーズリーグやったらさ、時間切れでもしサイドされ勝てるんやったら、俺ね、ワンで全然。ひたすら別に、やることなくても。まあ、ただ、一枚は絶対引かなあかんから、山札。まあ、なんじゃも使って返して、そう、釣り竿を使って返してとかで、まあ、なんとか粘るか。まあ、ただその状況やってもさすがにもう、はめ外されて、どうしようもなかったんで、2戦目は、リザード EX だったんですけど、勝ちました。なんか、闇並とリザード。まあ、ロストリザードですね。はい。3戦目は、サーナイトミラー。サナイト多かったね、なんか。サナイトめっちゃいた。なんか、3分までいかないけど、4割ぐらいはサナイト。サナイトミラーで、もうなんかね、まあ、バンバン殴り合いですよ、サナイトミラーは。もう殴り合ってサイド取り合って、最後、サイド差1枚で負けました。サナイトミラーは、だからお払いグローブとか入れる可能性が、ね、そうなんやろな。だからサナイトミラーマジで時間がなくて、ほんまに。お互い結構長いから。一旦5分とか使っちゃうから、ほんま残り1分の俺も結構ね、プレイングミスした後から思うと、ああこれ忘れてたとか、意味わからん交換しちゃったとか結構あったから、慣れてないと。まあ相手クレセリアうまいこと使ってちょっとこっち削ってきてる感じでした。でラスト4戦目は闇ナビリザード、またリザードンや。あのストーンリザードンリザードンがね、やっぱりこう、まあ、リザードンが向こうが出す頃にはこっちもリザードン倒せる体勢整ってたから、まあもうそんなにサイドもこっち1枚か2枚しか取られずに、向こう結構きつそうやったね、最初から。って感じでしたね。だ結果、2勝2敗になりました。まあ、よかったんじゃないですか。目標の1勝達成しました。あなたはどうでした？私3勝2敗ですよ。あ、5戦もやったんや。で、2敗したら脱落ルールだったから、1戦目負けて、2、3、4を勝ちました。お、すごいよ。2戦目負けてたら泣えるとこやな。でも2戦目がその、ああ月光手裏剣、そう2ターンで終わった。月光手裏剣に、ああ、ね、謝ってすいませんでしたって。
メリーフか。しかもなんか多分初めてかつ長所、いや、なんかピカチュウ EX の、あのスターターをちょっといじったみたいな。そんな相手に月光手裏剣で思った。だから、これ、いや、それは、まずできかなと思ったんだけど。それはトラウマやん。いや、でも、いや、ちょっとな、でも、いや、変に待ってね。まあ、まあ、それで負けたらな、確かに。未来のもこっち多くて、なんか、4、5人いたかな。未来のも2戦当たって、2戦とも惜しかったけど。負けた。あと席に着いたらプロモカードを見ていきたいと思います。そうですね。なんか月明かりの子が出るかもしれないらしいから。え、もう俺出る、出るんやけど。売ればいいじゃん。ね。参加賞、ピカチュウ。かわいい柄です。かわいいですね。そして、こっちも参加賞の、プロモカードなんですけど、これなんかいろいろ出るというものなんです。月明かりも出る。なんかね、そう言われただけ、あの、戦った人に。かもしれないというか、見ていきたいと思います。いただきます。じゃあ。ブロローム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 。S ウィンド。ロスが上がらないです。なんじゃこりゃ。いや、だから、一番新しいやつ。スパレットバイオリンの。ブロローム出した。あなたのプロモを見ましょう。エレズ。何？エレズは、あの、あれですね。あの、あいつに進化しよう。はい、ということで、本日は以上です。まあ良かったんじゃない？あの練習普段のなんかやってる感じでやれたし、なんか試合っていうか、まあ、大会の雰囲気もなんとなく分かったし、まあ 勝率的にも五分やで負け越してないから全体的に良かったと思います。なんか俺もね、のトレーナーズやっていいとかも出てもいいなと思って。そう、プライベートでポイントが高まるので。そうやんな。シティリーグも高まる。シティリーグプラス、プライベートで30点マックスポイントなんで。チャンピオンズリーグ出れる。それを合わせて、チャンピオンズリーグ。こんな感じで、ありがとうございました。